ドリームチェイサーです。今回はこちら、仮面ライダーエグゼイドのデラックスガシャコンブレイカーを紹介します。A ボタンで変形、B ボタンでスペシャル攻撃ということで、ライダーガシャとこちらと一緒に組み合わせて遊ぶこともできます。ブレードモードとハンマーモードにチェンジできるんですね。はい。今回のガシャコンブレイカーは音が鳴るということで電池が必要になります。単4の乾電池を2本とドライバーを用意しておいてください。A ボタンでモードチェンジ。ハンマーモードだとバコーンという音になって、ブレードモードだとジャキーンってなるんですね。で、B ボタンでスペシャル攻撃。B ボタンを連打すると、トリガーを引くと連打した数だけ攻撃音、爆発音が発動するそうです。回数が最大で10回まで記録ということでかなりの連続攻撃ができるようになるんですね。そしてトリガーを引いて必殺技発動。別売りのライダーガシャットをセットすると必殺技が打てます。こちらのガシャコンブレーカーの中にはこのガシャットは入っていないので、こちらはもう別売りで手に入れるしかないですね。はい。では、早速開けていっちゃいましょう。はい。では、開けていきます。ガシャコンブレーカーも大きいですね。さあ、中身はどれぐらいの大きさで入っているのか。はい。では、開けてみます。じゃじゃん。お！箱いっぱいに入ってますね。結構大きいんだ。はい。このように。蓋をしてある感じでドロンと入ってますね。おー、かっこいい。結構大きくてかっこいいですね。すごい。はい、こちらちょっといじってみましょう。ボタン A ボタンで変形？こっちか。あ、これで、はい、これがハンマーモードですね。そして、これを押して取り出すのかな？お？これは、カチャンとはめて、これで解除される感じ？はい。なるほど、なるほど。で、こっちがブレードモード。で、ここが電池入れるとこっぽいですね。で、ここがガシャットを入れるところ。スイッチはどこにあるのかな？これはレバーですし、これ B ボタン。あ、スイッチはここにありますね。なるほど、ここでオンオフするんですね。じゃあまずはここに電池を入れちゃいましょう。はい、外して。向きを確認しながら入れます。それぞれプラスとマイナス。逆になってるので注意してください。はい。では、蓋を閉めます。はい、これで OK。では、スイッチを入れてみましょう。ガシャコンブレイカー！お、光った？光はしないのか。光はしないみたいですね。これがなんとなく半透明なので、光ってる感覚があったんですが、光ってはいないみたいですね。はい。これを畳んだりすると、あ、なるほど。ここを曲げるとバッコーンってこと？で、これを伸ばすとジャッキーンとなりますね。あ、なるほど、そういうことか。このボタンを、このソードモードで一回押します。押した状態で、このレバーを引くと、1回分の攻撃音が鳴ります。さっきみたいに3回押すと、3回分になるんですね。じゃあ10回押してみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。すごい！すごいいいね。今度5回。こう攻撃した後、相手に当たったような音もその後からこう追っかけるようにして流れるんですね。これを何回押したか、ゆっくりでも待っててくれて、こう押した速さに合わせてこう鳴ってくれるのもいいですね。これは小さい子にも優しい。何回以内とか、すぐ押さなきゃダメとかっていう感じじゃないので、遊びやすいですね。この A ボタンがいまいちよくわかってないんですけれども、今度はこのバックオン状態でやりましょう。お、さっきと違う。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ちょっとリズムを変えてやってみようかな。あ、なんとなくこう、リズム通りにやってくれてる感じですね。では、このガシャットを入れてみましょう。ガシャットを挿入。こうなってる時にこれは押すの？はい、会心の一発が出たんですが、これだけでいいのかな？一回取り外して、あ、取り外す時はどうするんだろう？あ、ここを押すんですね。なるほど。で、入れて、決め技。これだけとりあえず打ってみます。連動しているような、いないようなって感じですね。このボタンを押すことによって、こちらから音は流れるんですが、こっち単体でも別に攻撃もできる感じですね。これ、もう一回やるっていう時には、一回出してから入れなきゃダメっぽいですね。じゃあ、打ってから、感じでタイミングを合わせて別の時にここを押してもう一回レバーを引くと、このガシャコンブレーカーからの攻撃音とこちらのガシャコンから流れる音がこう被ってかっこいい感じになりますね。はい、じゃあ別なガシャコン入れてみましょう。では、ブレイドの。こっちだとたどるのが聞けますね。じゃあ他のもやってみましょう。はい。この、爆走バイクではどうでしょう。はい。いい感じで会心の一発が出ました。なんか変身音が出ちゃった。はい。では、シャカリキスポーツいきます。個人的にはシャカリキがすごい好きかもしれないですね。はい、かっこいい音声でした。これ、ブレイドモードでもちょっと一回やってみましょう。音声は変わらないっぽいですね。はい。はい。というわけで、今回は仮面ライダーエグゼイドのデラックスガシャコンブレイカーを紹介しました。いろんなガシャコンと連動させて遊んだりすると楽しそうですね。たくさんガシャコンが出てきたら、そちらとも連動して遊んでいきたいと思います。では、次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。